はい、こんにちは。日本改革党くつあわです。ペリズマイ様、ペリツマ様、ご支援ありがとうございました。何でもご支援いただき誠に恐縮であります。ご夫妻で別口で、2件ご寄付いただきまして、なんでかなってちょっと思ってるんですけども、ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。週明けに手続き終了したら正式告知を開始しますが、2月12日日曜日 NHK スクランブルでも開催いたします。 NHK がすっげー嫌がっていると聞いたので NHK 本部にコース寄せました。渋谷区代々木 5-6-68-1 5-68-1、春の小川公園、春の小川コミュニティパークとかいいんですけど、ちょっと長くてね、春の小川公園、13時30分集合です。前回集合場所の神宮通り公園とは違いますんで、ご注意ください。先導者たっくん出動よろしくお願いします。ここは透明トイレで有名な公園です。全国1カ所透明トイレ丸見え。当初はですね、私これ見て頭おかしいのかって思ったんですけれども、中から鍵を閉めると、不透明になる、見えなくなる、曇りガラス、強烈な曇って、見えなくなるそうで、これなんでこんなことしたかっていうとですね、誰も隠れてないかとか、ペーパー切れてないかとか、汚されてないかが入る前に一目瞭然である。まあ防犯の意味も含めてですね。あとは盗撮のカメラなんかも設置しづらいですよね、こういう感じだったらね。なるほど、賢い人おんな。ただですね、この見えなくする機能マシーンの信頼性がもうちょっと上がんないと、使用中に故障して透明に戻っちゃったらどうしよう。女性は使用に抵抗あっかもしれないですね。まだこれが全国に展開して目に馴染みがないとね。まあおっさんなら構いませんけどね、見られようが何しようがね。何見てんだ、見せ物じゃねえぞなんて言ったぐらいにしてね、おっさんなら。ともあれよろしくご参集ください。2月12日、日曜日、13時30分集合であります。浅田ひとしっていうのかな、これ。維新参院会長代表質問でコラボ問題提起。共産党から猛烈なやじ。本会議でやることか。品がないよ。だそうで。ネットの反応です。都合悪いようだな。共産党に品とか言われたくない。聞いてるようだな。なんで黙ってらんないんだろう。痛いとこ疲れると飛び上がる典型。ツイッターも大変なことになってんのに、傷広げちゃって。試験ですが、まあ、脊髄反射で口答え。なんで黙ってらんないんだろう。それは脊髄反射だからであります。論より応援、嫌がらせ。そのものですね。これはもう共産党の DNA なんでしょうね。謝ると死ぬっていうのも追加してもらってですね。パヨ語のですね、本会議でやることか、品がないよを日本語に翻訳するとですね、痛い、やめて、そこに触るなっていう風に翻訳できますね。我々と使用言語が違うもんですから、パヨと日本語は違いますからね。アンバサ弁護士、俗、狂気の弁明と。経緯まとめなんですけれども、業務上知り得た住所をコラボ弁護団セブンナイツが晒したせいで、ひまそらさんが引っ越しを余儀なくされる。ひまそらさん、弁護士会にセブンナイツを罰してくれと懲戒請求。弁護士全員が嫌がらせ目的でこれやり始めたら大変なことになるぞ。アンバサ弁護士中川すぐるかな、中川タクかな。要するにアンバサが弁護士会に弁明書を送付、請求者のひまそらさんも中身を知ることになる。狂気の弁明第1弾。うちは一人事務所で仕事少なく、顧客情報をデータベース化してないから、個人情報取扱業者ではない。んなわけあるか、と弁護士からも呆れる。うちの顧客情報は5000人に届かないんで、個人情報取扱業者ではない。件数要件はとっくに法改正で撤廃済みで、たとえ一人分の情報でもですね、個人情報取扱業者になるよ。そんなことも知らないの？と、弁護士からも呆れる。さらに、弁明書第2弾が届く。今度はですね、
中川、キャンバラ、連名で来たそうであります。それがこちらなんですけども、弁明第2弾一部抜粋、そして当該ツイートが例として挙げる連合責任究極に、旧統一教会暴力団は実社会における行動が問題視されている反社会勢力であり、表現の自由戦士アンチフェミニストと捉えることができる請求者が実社会でのハラスメントの面がある監査請求という行動を取ったことから、これら反社会的勢力と同視できるものであるとしたものである。当該ツイートはこのように請求者を批判するものである、当該ツイートはこのように請求者を批判するものである。なんだかよくわかんないですけど、ヒマラさんを攻撃するとあるツイートの言い訳してるみたいですね。ヒマソラさん、俺がアンチフェミで表現の自由戦士で嫌がらせで監査請求リーガルハラスメントしたから、連合赤軍や旧オウムや統一教会や暴力団と同視できるって、この書面書いたキャンバラ弁護士と中川は本気でこう思ってんだな。ネットの反応です。完全に個人への誹謗中傷、この弁明自体が懲戒の対象になりそうな。このツイートが軽く100万は表示されてて草生えるなんでこの人ら弁護士になれたのなんで監査請求すると連合赤軍ヤクザと一緒になるの。つまり正当な手段である監査請求を振りかざすのは反社会的であると、目的外利用の場合には本人に利用目的変更を通知しないとあかんぞ。弁護団内では請求者は悪いやつなので流用しても構わないって、論法なのかな。セブンナイツがひねり出した結論は、住民監査請求は反社行動おそらく個人情報利用方法については弁護士会には何にもお伺いを立ててない。このままでは個人情報利用について根拠がないので、なんとか目的外利用のための合理的理由をひねり出そうとした。結果中川への懲戒請求はコラボへの挑戦と同じなので、セブンナイツが個人情報を流用しても問題ないのである、みたいな社会通念上一般常識的に理解しがたい理由を説明してくるとかやろね。つまりあのヒマサラは悪いやつだ、あの住所をさらしても問題ないんだというふうなことなんでしょうかね。名誉毀損で勝てるでしょこれ。名誉毀損で訴えればっていう意見多かったんですよね実は。連合赤軍や暴力団と同じだって言われても当然なのね。ただあの名誉毀損の構成要件にですね、公にっていうのがあるんで、公に名誉を毀損したっていうのがあるんで、まあまああの公にならないですね、知人へのお手紙やメールであいつバカだよねって書いてもそうならないってことなんですけど、まあ無理っぽいですね。弁護団が弁護士会に出した弁明書文書であって、請求者として入手したひまそらさんが公開しなければ世に出なかった文書だから公にとは言えないので、まあ残念ながら名誉毀損には問えないな。だから伝って何書いてもいいってことにはならないよね。ひまそらさんを攻撃したとあるツイートを咎められる、弁護団の出したアクロバティックなアーバンギャルドな、結論がですね、ひまそらは悪いやつだ、反社だからいいんだ、なぜならコラボに対して住民監査請求を出したからだ、監査請求にはハラスメントの面がある反社行動だ、ひまそらは表現の自由戦士アンチフェミニストだ、そしてそれは反社行動している赤軍オウム統一暴力団と一緒だということらしいわかりました。もうめちゃくちゃね、理解が追いつかないですけど、住民監査請求が反社的行動だったらね、なんで法律で認められてんだよっていう話。監査請求は法で住民に認められてる権利じゃないですか。法で飯食ってる人間がですね、法で認められた権利を否定ってね、受け取った弁護士会もこれ笑ったんじゃないかな。コラボに立てつくやつには何をしてもいいと考えているって書けば一行で済んだのにね。論より大声嫌がらせ脊髄反射で口答えの類ですかね。私にはあのそうとしか見えませんけど、コラボ弁護団、バカ揃いで何よりよかったよかった。7人揃って出した最善の答えがこれなんだろうね。ちょっと日本語に訳す必要ありますね。パヨ語っていうかさ、完全に完璧に一切皆無絶対など一つの例外もないありさまを表す言葉は絶対語と呼ばれております。アットナットオールとかね、絶対語を多用する人は
低知能であり、精神的に幼稚であり、自分の想定通りにいかないことが多く、心を病みがちだそうであります。これを踏まえて、1月27日国会代表質問、水岡立憲参院会長、総理は絶対に戦争しないという決意と確信がありますが、ありますか？総理、戦争やむなしとは考えてませんと。ネットの話、このバカ何考えてんだろう。反撃したら戦争なのかよ。侵略を防衛したら戦争って何言ってんの？時と場合によってはやむを得ないでしょ。日本人は黙って殺されてろって言ってんだな。立憲がまともなこと言えるわけないよ。試験ですけど、まあ三原が言いたいことは、反撃すれば戦争だ、無抵抗で降伏しろって言ってんですよね。外観誘致主義がぶれないな。国会で絶対語使うとはですね、絶対語使うやつはバカで幼稚、これ絶対なを知らないか、知ってて極端なこと言って議論を妨害してるのか、あるいはですね、バカで幼稚のこと言うとバカで幼稚な支持者が喜ぶのかな。少年アニメ、でよく出てくるセリフ、絶対に突破させない、絶対に仲間を見捨てない、絶対に俺が守る、よく見ると絶対語のオンパレードってご存知でしたでしょうか。精神が未熟な幼児じゃない少年、子供が見るもんですからね。立憲支持者もですね、立憲議員もこのレベルなんだよな。立花明さん、バカとムチより、バカと仕事すると、それに引っ張られて賢い人も合理的判断が曇る。なので、バカと一緒に仕事せざるを得ない民主主義では最善の結果が出ない。なるほどな。独裁推奨してるわけではないんでしょうけれども、みんなが薄々感じていることを言語化してくれてますね。立憲水原は、なるべくバカなこと言ってダメな結論出させよう。賢い人が混乱してダメな結論出すように仕向けよう。という高等戦略を取っているのか、それとも素でバカなのか。ソ連共産党マニュアル。内部から組織を崩壊させる方法。事業に完全完璧を求め、議論を停滞させよ。ありえないような過程について責任を求めよ。どこの自治体でも同じとは思いますけれども、豊島区の共産党もよくこれやってましたよ、忠実に。可能性がごくごく低いですね。おごりそうもないこと言ってですね、そうなったらどうすんだ、責任取れるのかって言って、議論を長引かせて、うんざりさせる。皆をうんざりさせるっていう嫌がらせ闘争。やってました。絶対大丈夫と言えるのか、なんてこともよく言ってましたね。おとなしく聞いてた職員もですね、内心、なんでこんなバカに威張られなくちゃなんないんだろう。ストレスマックスだったんじゃないでしょうか。コロナ5類降格、5月8日からに伸びました。当初の予定の4月1日から延期。自治体の対応準備が間に合わなさそうだから。で、バカ総理のわけせいではないらしいです。ネットの話、よし、コロナも終わりだ、ゴールデンウィーク明けからか。5月6と7はコロナなので8日からにしました。審議中、うまいこと言ったつもりか、この人。もう無料ワクチンの誘いはなくなるの？不安なら無料のうちにワクチン打っとけってことだろう。広島サミットが5月19日だから、それに合わせたんだろう。画電飲水、わかりやすいな。マスク着用は屋内、野外を問わず、屋外を問わず、個人判断で、だそうであります。5月8日から。一部治療薬は無償化します。過度な負担がないようにします。いきなり。強制隔離、強制自宅待機はなくなります。だそうで。でも、ノーマスクで、店とかでゴホゴホは勘弁してほしいな。私は肺がん手術してから、歩行中にマスクしてると息苦しいんで、ずらしております。外ね、主に。屋内では、食事以外はつけるかな。そんなに顔に自信があるわけでもないしね。とりあえず、5月8日からだそうでありますんで、ワクチン打ちたい人は、無料のうちに打っとけってことかな。私は、肺がんになって打つチャンスなくして、とうとう一回も打ってませんけれども、北電、経産省に値上げ許可申請しました。6月1日から平均 32% 上がります。柏原発が稼働したら下げます。柏原発が動いてねえせいで、こういう羽目になりました。みたいなことを意味してますね、これね。ネットの話。もはや脅迫。何してくれてんの？再稼働早ん。原発反対派の人らだけ値上げしてよ。
火力の方が炭酸ガス出して環境破壊してるよね。反対派は原発と核兵器を意図的にごっちゃにしてる。宮殿は限界って読むんですかこれ。限界原発稼働させとるからそんなに値上がりしてないぞ。北海道でオール電化なんてやるもんじゃないっすねこれね。停電とかのリスクもあるしね。6月からだそうですけども、来年の真冬までに原発再稼働で値下がりしてないとですね、電気で払いきんねえっつって電気止められて投資者出そうだな。死亡者出たらですね、菅直人と悪魔の民主党政権のせいだもんな。オール電化の家で灯油ストーブ復活とかもありそうですね。柏原発が動かない原因として原子力委員会の安全確認が終わってないからって書いてあるんですけど、12年も何やってんだよ給料泥棒が原子力委員会はって、憤っちゃいますね、これね。北海道の方はご愁傷様でした。東電もどうせ3割上げるとか言ってたもんな。やばいよな。悪夢のところじゃねえ。悪魔の民主党政権だよね、これね。私はそう呼ぶことにしております。というわけで、メール党員さん、大募集であります。動画説明欄、もっと見るをクリックして、そちらからご購読ください。2月12日の NHK スクランブルデモも、ご参集よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。